住宅情報東京住まいナビスマナビ始まりました。今回も貴重な物件情報をご紹介します。さあシードさん、はい、本日は由緒正しき高級住宅街千代田区四番町にやってきております。番町という響きがいいですね。そうですね、今回ご紹介するのはブランズ四番町のフルリフォーム住戸をご紹介します。それでは楽しみな室内見ていきましょう。はい、では行きましょう。さあ玄関扉を開けて入ってきました。もう道中すごくホテルライクな高級感のある仕様でしたね。セキュリティ万全でしたね。はい、そしてこちらエントランスホール部分はね、もう叩きのスペースにも余裕があり、大理石仕様の高級感のあるこのホール部分が広がりがあっていいですね。そうですね、うん、そしてこちら側にはシューズインクローゼットがありまして、はい、靴の他にもお帽子なども収納できるスペースがございますね、うん、いいですね。さらにプラスでこちら側にも可動棚の収納力があります。この玄関周りの収納力はポイントです。さらにそちらにはですねトイレが配置されておりまして、もちろん新規交換されておりまして、タンクレスで手洗い付き、大きな鏡も嬉しいポイントです。では上がりましょうか。はい、さあこのエントランスホールに一番近いお部屋がこちら。はい、このような大きなベッドを配置することのできるマスターベッドルームに最適なお部屋ですね。そして壁の部分がすごくおしゃれになっていまして、うん、これはゆったりとお休みいただけそうですね。そして、あ、番長の眺望がこちらですよ。うん、ね、遠くまで抜けている部分も見えて、あ、すごく LDK まで続くワイドスパンのバルコニーになっています。バルコニー後で出ましょうか。はい、はい、このようなね、やはりバルコニーがあるというのもポイントですよね。はい、さらにこちらには、はい、ウォークインクローゼットですね。うん、これだけの容量があると嬉しいですね。上下にパイプがありますので、たっぷりと収納していただけます。はい、この他すぐ近くに水回りが配置されております。こちらも高級感がありますね。そうですね、鏡も大きく2ボールタイプで、収納もたっぷりあって使い勝手が良さそうです。そしてお風呂が、はい、TOTO の最上級バス、はい、シンラを採用しております。固い湯がいいんですよね。そうなんですよ、非常にゆったりと温まることができます。さらに温まりながら、この大きなモニターでテレビを見ることもできるんですよね。これはすごく大きくてね、見やすくていいですね。はい、また何かあった時にはこちらに呼び出しボタンがありますので、はい、こういった面も安心感がありますね。そうですね。ではシードさん、いよいよメインのこちらが LDK です。わー、ね、この開放的なフルオープンのキッチンスペースは広さにも余裕がありますから、キャビネットや大きな冷蔵庫も追加しておいていただけます。さあキッチンの設備仕様なんですが、まずこの IH クッキングヒーターでお手入れも楽ですし、この液晶パネルがねかっこいいですし、機能的です。高機能ですし、最新モデルはいいですね。この大きなね、深型のグリルパンもついておりますので、さまざまなお料理をね、もうメニュー機能ピピピでワンタッチで楽に作っていただけます。さあその他もちろんね、食洗機も搭載しておりまして、はい、シンクは浄水器一体型の水洗、はい、ディスポーザーがついていますね。ディスポーザーも完備しております。設備使用充実していますね。はい、そして進むとこちらに今回のリフォームでポイント、ワークスペースです。こういったスペースはみんなで使えますのでいいですよね。非常に重宝しますね。そしてこのダイニングから続くリビングスペース、参考の家具が配置されておりますので、生活空間が想像できていいですね。はい、このようなソファーを置きまして、うん、あちら側に大きなテレビを置けるわけですよね。はい、そしてこの LDK アクセスでもう一部屋洋室がございまして、幅広の収納力、さらには大きな窓もありますからね、すごく開放的な気持ちのいいお部屋がございます。では我々もバルコニー出てみましょうか。はい、
さあこちらがバルコニーです。やはり気持ちがいいですね。そうですね。そしてもうここも超都心ですが、やはり千代田区中央区方面の景色も抜けていて爽快です。さらに高級マンションシリーズブランズだけあって敷地に余裕があるのが素晴らしいですね。そうですね。ちょうどあちら側にエントランスが見えるんですけれども、うん、ね、植栽が美しいのも分かりますし、はい、この広さもこちらから見るとより分かりますね。ね、そしてこの静かな住環境、番町ですよ。もうやはり価値がありますね。素晴らしいですね。うん、